エランは、チンタニカオルによる漫画作品。作名である、エランとは、フランス語源の哲学用語である、エランバイタルから来ており、作内ではむね、情熱という意味で用いられる。また同時に、本作の主人公たちが作内で営む貿易会社の名前ともなっている。全世界を舞台に輸出入貿易をテーマとした、政治経済冒険活劇漫画。 主人公たちは、個人輸入に近い形態をとっている、貿易をすることでみんなが豊かになることを目指している、霊災の貿易商社であり、その敵役は大国を相手取り政治すら動かして、何も知らない向こうの民や、外国の環境を、経済の力で後先を考えずに踏みにじる、大手商社という構造を持っている。なお、本作にて取り上げられた事象は、作品連載終了後に廃止。 改正になっているものも多く、現在では本作の内容が通用しないものも多い。日本の月刊少年キャプテンにて、1989年1月号から1991年まで連載された。全18話。コミックスは少年キャプテンコミックスから全3巻が発売された。あと、少年キャプテンコミックススペシャルとして、全2巻、文庫版が、 MF 文庫から全2巻で発売されている。作品展開時のキャッチフレーズは、今、ビジネスは、冒険になる。本作に登場した男性キャラクター、日付の、柳は、新谷のアシスタントを務めたこともある勇気まさみの、漫画作品、機動警察、パトレーバーの主要人物である、内海をモデルとしたキャラクターであり、本作以降の新谷作品にスターシステムとして、 頻繁に登場している。グローバル化が進む現代。世界を股にかけ、商品、情報をやり取りする貿易商社は、各地の人間の生活に深い影響を与えうる存在と言える。そんな商社の中でも日本に本拠を置く、巨大総合商社座大グループは、自らの利益を優先するために、世界中で、グレーゾーンな商売や、情報のやり取りを活発に行っていた。 一方、そんなザオの目をかすめるがごとくに、彼らの前に現れる、正体不明の霊災勝者があった。その名を、エラン。エランは、ザオに対して、まるで、何らかの対抗をするかのごとくに、彼らの商売に割って入る。そのために、ザオは時において、計画を修正する必要に迫られる、屈辱すら味わわされることもあった。これを原因として、 ザオーグループの国際総本部長であるドーモトはエランを警戒し、同時に自らの理想を描くためザオ上層部への食い込みを格索していた。そのエランを動かしているのは実は4人の少年少女たち。様々な理由で自らの生きるべき魂のよるべを失った彼らは自分たちが自分たちらしく生きられ自分たちと同じ立場の子供たちが不幸にならないように自分たちで 独立国を作ろうという目標のもと、その資金のために零細貿易を行っていた。実は組織としてのザオへの敵対意とはなかったのだが、ザオグループの活動規模が大きいために、どうしても活動において範囲がバッティングするというのが実情であった。道元が願うのは、ザオという巨大企業そのものを自身の理想法にすること。だが、そのためにザオは、 力の弱いた者をあざけ笑い踏みつけにして、業績を出している。一方のエランは、皆が幸せになる、困っている人を助けることを目指し、ザオに踏みつけられる人々を救済するかのように、商売を展開していく。相反する二つの、ネバーランドの思想は貿易というフィールドで、幾度となく激突していくのである。エランクーデタープライスネバーランドアクシデント、サマークロスワードサのゲタアイアン。 ターゲットアクション USA ナショナルフーズタイムマシン。情熱指数ナポレオンは夜歌う。パート1ナポレオンは夜歌う。パート2ナポレオンは夜歌う。パート3ナポレオンは夜歌う。パート4ナポレオンは夜、歌う。パート5ナポレオンは夜歌う。パート6ナポレオンは夜歌う。パート7。ありがとうございます。